チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ。皆さん、こんにちは。バトルトーナメント進行役のレッコです。ミスター、今回も一緒によろしくお願いしますね。よろしく。バトルトーナメントも3回戦、やはり残っているのは名だたるクランばかりですね。だけどそんな中でも健闘している新生クランがいるね。例の奇跡のチームですね。そして彼らの前に立ちはだかる対戦相手はフリーダムフリートだ。わあ、有名クランとの対戦ですね。実力と知名度は一致しないこともあるが、彼らは実力派としても知られているクランだ。この強敵を相手にどんな戦いを見せてくれるのか注目したいところだね。今から3回戦が楽しみです。引き続きトーナメントの情報をお伝えしていますので、皆さん頑張ってくださいね。フリーダムフリート、あいつらも参加してたんだ。前にも戦って勝った相手だね。そうやけど、今回はそう簡単には勝たせてくれへんやろね。どうして？実はあの時ってカオス以外主力メンバーがおらんかってんな。フリーダムフリートはカオスの他にも有名な人らがおって。カオス、あの坊やが前に言ってたやつかい？ああ、私に覚醒を見せてくれた子だよ。こちらのクランに引き入れたいと思っている。ふん、私は別に構わないけどさ。ねえグスタフ、ドーラがいいなら俺もいい。ドーラとグスタフ、やっぱりフリーダムフリート四天王が出てくるんか。四天王？さっき言うてた主力メンバーのことでな、フリーダムフリートの中でも中心になってる4人のビルダーやねん。動画配信とかもやってるからそれなりに有名やねんで。ボーイ、それなりは余計なんじゃないかい？すいません。やっぱり生で見ると迫力あって怖いわ。何言ってんだタオ、だからこそいいんじゃねえか。うちのクランメンバーが失礼した。俺は芯のある強い女性が好きでね。もしよかったら。お兄さん悪いね。ナンパはグスタフがガードしちまうのさ。おっと、ナイトのご登場ってわけか。だが俺だってこのクランのナイトなんだ。てめえには負けないからな。そのナイトがなんでナンパしに行ったの？ナンパはあかんって前にも言うたやろ。いや、まあ、すま。魅力的な相手を誘いたくなる心情はよくわかるよ。あれから遺跡については考えてくれたかい？そろそろ色良い返事をもらいたいところなのだが。また懲りずにスカウトする。いい加減に諦めろよな。しつこい男は嫌われるって知らねえのか？よう言うたね、それ。それはそれ、これはこれだ。おい、お前もあいつに何か言ってやれ。簡単なことさ。君に興味があるんだよ。興味？覚醒を使えるのは才能あるほんの一握りのものだけ。それは君たちも知っているだろう。
なかなか巡り会えないからこそその存在には希少価値がある。興味を持つのは自然のことじゃないか。それに興味があるのは彼にだけではないんだがね。ああ興味あるだけならそんなしつこくスカウトしやんでもええやん。貴重な人材を放っておけという方が無茶な話だ。だが今までと同じ方法では同じ結果を繰り返すだけ。ならばこの勝負一つ賭けをしないか。賭けですって？こちらがこの試合に勝ったら私のクランに入ってくれないか。反対にこちらが負ければこんな風に君を勧誘するのをやめよう。約束するよ。ちょっといい返事だ。かわいそうに私らの力も知らないで。潰す。それでは私たちはこれで失礼する。バトルフィールドで会おう。おいおいおい、あんな簡単に受けちまってよかったのか。そうだよ、負けたら本当にあのおっさんのクランに入ることになるんだよ。でもそこに迷いがないというのはそれだけ私たちチームを信じてくれているということですね。今回のバトル私に出場させてください。その信頼に応えてみせたいと思います。だったら私も出る。二人ともめっちゃやる気やね。わかった、君の命運はシーナとリリンに任せるで。ちょっと心配だけど勝てばいいんだもんね。三人とも頑張って、私たちも応援してるから。私が生きる道を悩んでいた時、お二人は私に自由に生きる道を示してくれました。今こそその恩を返す時です。彼の自由を守るために私は戦います。うん、私も頑張る。そこで
って。だね。強力な機体が出てきましたね。調子でいきましょう。
私は今久しぶりに心が燃えているよ。勝てば君が仲間になるのだからね。今回ばかりはこちらも遠慮しない。必ず勝利し君を手に入れてみせよう。あの不自然なまでの自信と余裕は一体どこから来るのでしょうか。シーナ、どうかした？皆様気をつけてください。あの方たち何かあるかもしれません。何かって、何？すみません、確証はないのですが、そんな気がするのです。分かった、あなたも気をつけて。トレイバー足りなかったようだ。おや、パーツが。どうだ。そこで。お遊びが過ぎた。そこ。やりますね。そこで。強度が足りなかったようだ。捕らえました。やりますね。お遊びが過ぎたのだ。おや、パーツが。強度が足りなかった。やりますね。おや、パーツが当たった。おお、なかなかやるものだ。スキル発動。食らってみるかい。とっておきを使ったが、それすらも上回ってくるというのか。私たちの負けだ、認めよう。よかった、これで安心だね。でも今日の相手強かった。確かに強かったですね。普通ではないくらいに。戦果ですね。見事な勝利やったわ。3人ともめっちゃ強かったね。単価切って負けたんだ。あいつら相当悔しがってるだろうぜ。これでスカウトされる心配もなくなったね。シーナ、どうかした？少し先ほどの3人について考えておりました。作り込まれたガンプラも操作技術も素晴らしいものでしたが、それだけでは説明できないような何か異様な力を感じました。そう？見てるこっちはあんまり分からなかったけど、あっちも必死だったからいつも以上のパワーが出たとか。まあいいじゃねえか、
勝ったのは俺たちなんだしよ。せやせや、マシュマの言う通りやで。気にしててもしゃあないって。それよりも次は準決勝、ついにここまで来たって感じや。もう優勝は目の前なんだから、みんな絶対に勝とうね。おお。じゃあみんな、次戦に向けて準備しといてや。お疲れ。ねえそこのあんた、ちょっといいかな。私のこと？そうそう、あんた奇跡のチームのリリー選手でしょ。私あんたたちの大ファンなんだ。よかったら握手してくれない？握手って何？なーにとぼけちゃってんの。握手だよ握手、シェイクハンド。そんな警戒しなくてもいいって。私はあいつの友達だから、純粋にあんたたちを応援したくてさ。握手は親愛の証だから。準決勝の相手はもっと強いだろうし、あんたたちには頑張ってほしいんだよね。あの人の友達、そういうことなら分かった。にしししししえ、今の何？それじゃ次の試合も楽しみにしてるから頑張ってね。うん、ありがとう。本当に楽しみだね。